どうも、りょうです。ゼンです。今日は文化服装学院の学生にインタビューを行っていきたいと思います。それではどうぞ。どうぞ。服を好きになったきっかけは、高校2年生ぐらいの時に、服屋さんに行って、その時接客された時に服について語られて、服に興味を持ち始めました。憧れの人は、憧れの人はいないんですけど、影響を受けた人はたくさんいて、その中でも一番影響を受けた人はもともと文化服装学院に通っていた森影慎之介っていう人に影響を受けました。あなたが思うおしゃれな人？おしゃれな人はたくさんいて、文化の学生とかもみんなおしゃれなので、おしゃれな人はたくさんいます。休日の過ごし方、趣味？休日の過ごし方は友達とスケボーしたり、あと映画見たり、家でゆっくりしています。アルバイトは？アルバイトは最近地元の居酒屋で始めました。通っている病院？やってる病院は原宿のブルーのトマトっていうお店です。アーティスト？おすすめのアーティストはペドロっていうバンドがおすすめです。文化に入ってよかったことは、自分と違うスタイルの人がたくさんいるので、そういう人たちを見てるだけでも刺激を受けるので、人が良かったことで、辛いことはオンラインなので課題がいっぱい溜まっちゃって、進級が危ないのが辛いところです。将来の夢は、自分の古着屋を建てることです。宣伝したいことはインスタです。名前、年齢、学科を教えてください。ファッション流通科に通っている1年井ノ口慎之介です。今日のコーディネートのポイントについて教えてください。今日はこのピンクのシャツを着たかったので、それに合ったピンクのラインの入ってるボロのシャツを選びました。トップスはどちらで買われたのですか？これはメルカリで買って自分でリメイクしました。自分でリメイク。パンツはどちらで買ったのですか？パンツは高円寺の古着屋です。シューズは？シューズもメルカリです。あ、結構メルカリを愛用されてるんですか？あ、はい。小物とかはつけたりしますか？小物は飽きちゃうんであんまりつけないです。割とコーディネートだとシンプルに、シンプルなスタイル。そうです。普段コーディネートを組む時のこだわりがあったら教えてください。普段はその時の気分に合わせて、その時の気分にできるだけマッチするようなコーディネートをしています。今日はどういった気分？今日はちょっと緩い感じの気分だったので、大きめのシャツで。好きな年代とかありますか？好きな年代は70年代が好きです。ヒッピー文化とかそういう年代？そっち系が好きです。今一押しのブランドやショップがあったら教えてください。今ブランドはよくわかんないんですけど、ショップだと原宿にあるサイドカーチャーリーっていうお店はおすすめです。どういうお店なんですか？ミリタリーとか、あと60年代とか40年代ぐらいまでのアイテムが置いてあるお店です。結構年代でいうと幅広いアイテムが置いてあるんですか？はい。どれぐらいの頻度で行くんですか？そうですね、髪の毛を切りに行くのが月1なんで、月1でちょっと行くって感じです。なんか今髪型は何を意識したりとか？髪型は今伸ばし中ですね。ちょっとパーマかけたいんで。どういう髪型にしたいですか？そうですね、髪型は、ボブにちょっと緩めのパーマかかってる感じの髪型に目指してます。まだもう少しかかりそうです。そうですね。ありがとうございます。